ヘッススマリア・サトルステギア・スピロスは、スペイン・パンプローナ県パンプローナ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。スペイン代表。レアル・ソシエダ一筋であり、プリメーラ・ディビシオーンで297試合に出場して133得点を挙げた。1954年に、パンプローナ県パンプローナに生まれた。22歳だった1976から77。 シーズンは19得点を上げ、マリオ・ケンペス、マラニョン、カルロス・モレーテ、マヌエル・クラーレス、ルベン・カノに次いで得点ランキング6位となった。1977から78シーズンは18得点を上げ、ケンペス、サンティリアーナ、カノ、ダニに次いで得点ランキング5位体となった。百七十八から十九シーズンは二十得点を上げ、ハンス・クランクル、 気に次にいで得点ランキング3位となった。1979から80シーズンは17得点を上げ、チームは優勝したレアルマドリードと勝ち点1その2位となった。1980から81シーズンにはチームトップの16得点を上げ、レアルソシエダは初のリーグ優勝を果たした。1981から82シーズンはペドログラルデに次いで、 チーム2位の13得点を挙げ、レアル・ソシエダはリーグに連覇を果たした。この黄金期のレアル・ソシエダには同名のヘッス・マリア・サモラがおり、その他にはキーパーのルイズ・アルコナーダ、アルベルト・ゴリス、ペリコ、アロンソ、ロベルト・ロペス・ファルテ、アグスティン・ガハーテ、イナシオ・コルタ・バリア、若手のホセ・マリア・バーケイロなどがいた。1982年11月のレアル・サラゴサ戦で、 膝の半月板と、全十字人体に重傷を負い、1982から83シーズンは11試合出場5得点に終わった。1983から84シーズンは全休し、1984から85シーズンも8試合出場2得点に終わっている。4得点にとどまった1985から86シーズン終了後に現役引退した。 スペイン代表としては32試合に出場して8得点を挙げ UEFA 欧州選手権1980と 1982FIFA ワールドカップに出場した。自国開催となった 1982FIFA ワールドカップでスペイン代表は西ドイツとイングランドと対戦した2次リーグで敗退した。2次リーグ最終戦のイングランド戦後に代表引退を表明し、 イングランド戦がスペイン代表での最終戦となった。出展国際サッカー歴史統計連盟。ありがとうございます。